1号艇渡辺雅史選手です。よろしくお願いします。お願いします。今シリーズ改めて船足いかがですか？序盤からバランス取れて上位級だと思います。いろいろ調整はされてるんですか？いや、ほぼほぼしてないです。もういいままをずっとキープできてきたと。そうですね、天候の変化でちょっと多少悪いところもあるんですけど、まあトータル全部いいと思います。1号艇です。ピット離れ、ここまで問題ないですか？極端にいい人には分が悪いと思うんですけど、そんなに、まあ、一緒ぐらいいけると思います。はい、準優勝戦スタートコンマ01いきました。そうですね、やばいっす。はい、前職だったんですか？いや、ちょっと躊躇しました。はい、今シリーズは通算1000勝も達成しました。いい流れで来てますね。そうですね、だいぶいい感じですね。はい、では最後一言お願いします。優勝目指して頑張ります。2号艇岩瀬雄介選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今シリーズここまでいろいろ整備も行いました。最終的な仕上がりいかがですか？普通ですね。はい、序盤に比べたら若干良くはなってきたんでしょうか？いやー、知れてますね。優勝戦のメンバー入ったらちょっと厳しい船足ではあるんでしょうか？厳しいですね。はい、優勝戦に向けて何かまだ作業残ってますか？まあ、部品今日変えたんで、それが明日どう反応してくれるかですね。はい、優勝戦2号艇です。どういうレースイメージしていきましょう？まあ、自分らしいレースができればなと思います。スタートここまでどうですか？ぼちぼちですね。はい、ここ浜名湖なんですけれども、ここ3年はね、毎年優勝している状況です。今年はまだですね。ちょっと厳しいんじゃないですかね、今節は。はい、では最後に優勝戦に向けて一言お願いします。はい、頑張ります。3号艇中辻博則選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、準優勝戦は攻めていく形となりました。船足いかがでしょう？バランス取れて、特徴はないですけど納得してます。はい、レースしやすい船足にはなってきているんですか？まあ、普通ですね。はい、優勝戦のメンバー比べるとどうでしょう？どうですかね。まあ、でもそんな劣ることはないと思いますけど。はい、優勝戦3号艇です。どういうレースイメージしていきますか？まあ、優勝を狙えるようなレースしたいと思います。はい、ここまでスタート見え方はどうでしょう？いや、もうその日によって風が違うので、はい、難しいです。ここ浜名湖は3回の優勝もあります。ご自身相性としてはどのように見てますか？そうですね、いいと思います。はい、では最後優勝戦に向けて一言お願いします。はい、優勝できるように精一杯頑張ります。応援してください。4号艇吉川貴人選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今シリーズここまでの船足いかがですか？そうですね、普通ないかなぐらいですね。はい、優勝戦に向けてはまだ何か考えていきますか？明日も時間はあるので、何かして臨みたいなと思ってます。どこの足一番つけていきたいですか？そうですね、どこの足というよりかはもう全体的にちょっと弱めなので、いろいろと試行錯誤して優勝目指してレースしたいと思います。4号艇です。どういうレースしていきましょう？しっかりと左右打ちさせるような調整していきたいと思います。ここまでスタートに関してはどうでしょう？そうですね、徐々にタイミングも合ってきているので大丈夫だと思います。では最後優勝戦に向けて一言お願いします。はい、浜名湖好きなので一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。5号艇福島智之選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、準優勝戦はチルト 0.5 度でいきました。船足いかがでしたか？伸び寄りで、出足もそんな悪くなく、やっぱいいエンジンだと思います。いろんなセッティング、プロペラ調整も行って、しっかり反応している感じですか？そうですね、もう回ってからもいいし、伸びもいいし、もう抜群のエンジンだと思います。優勝戦のメンバー比べてももうトップクラスと言えそうですか？伸びに関しては多分トップクラスだと思います。優勝戦のセッティングもう決めてますか？一度ぐらいまでちょっと試しにやってみて、時間があるんで、やってみたいと思います。
スタートに関しては勘と比べてどうですか。もう前傾からスタートがもう全く分からなくてなかなかないんですけど、もう今日までスタート感が分からずって感じなんですね。もうスタート集中で明日は行きたいと思います。では最後に優勝戦に向けて一言お願いします。大穴開けれるように一発頑張ります。応援よろしくお願いします。6号艇内堀学選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ準優勝戦激しい2着争いになりました、はい、船足いかがでしょうか。なんかずっとプロペラ迷ってて、しっくりこなくて、今日の前半1号艇はまあまあいい感じでいけたんですけど、まあ、6号艇だったんで後半は0号にしてちょっと伸び型にしていきましたね、はい、しっかりその伸びはレースでは出てました。道中畑君と競った時は伸び良かったですけど、スリットの感じは林さんも足良かったんで、そんなにちょっと変わらなかったかなって感じしましたね、はい、伸び寄りでターン回りはどうなんでしょう。ターン回りもまあ普通ぐらいで乗り味も良くて悪くなかったですね。優勝戦準優と同じ6枠ですね。はい、セッティングはどうしましょうか。隣に福島さんがいて伸びがいいんで、また0号にしても自力では多分攻められないんで、今度は0にして福島さんに行ってもらってって感じになるかもしれないですね、はい。ここまでスタート感と比べてどうですか。ちょっと風が強すぎて全然スタート決まんなくて、もう分かんないですね。では最後優勝戦に向けてファンの皆様にメッセージお願いします。はい、今月10日が息子の誕生日なんで、高い自転車を買ってくれって言われてるんで、優勝して帰るように頑張ります。